最も一般的なイメージのサビネコサビネコとは、黒と赤のモザイク模様の紐を持つ、猫の総称。英語で、トータスシェルあるいは縮めて、トーチという。サビネコ一般的に黒、赤の2色の猫。長毛種では、ペルシャ、セルカークレックス、ターキッシュアンゴラ。短毛種では、ブリティッシュショートヘア、マンクス、ヨーロピアンショートヘア、エイジアンセルフ。 ヨーロピアンバーミーズ、トンキニーズ、雑種などに見られる。また、グレーや薄茶の混ざった個体もあり、ハイサビと言われる。虎猫のように、縞模様を持つサビ猫は、英語ではトービーという。ハイサビ猫サビ猫に、白の毛色の混ざった個体を、ミケ猫と呼ぶ場合もある。ミケ猫と同じく、オスは、ほとんどいない。日本猫では、標準的な柄であるが、 海外ではやや珍しい柄である。英語でのサビネコの名称が別光を指すトータスシェルなのは毛並みが日光に当たると鮮やかな別光色になることから来ており、その様を楽しむ愛好家もいる。三毛のサビネコ。赤と黒の2色の毛色を持つサビネコと三毛ネコにはメスであることを決定する X 染色体が2つ揃う。サビネコにメスの多い理由は 赤と黒の毛色を発現する遺伝子がメスを決める X 染色体であり、オスを決める Y 染色体は毛色の遺伝を決める特質を持っていないためである。赤と黒の2色の毛色を持つサビネコとミケネコにはメスであることを決定する X 染色体が2つ揃うことになる。よってサビネコとミケネコは基本的にメスのみとなる。稀にオスのサビネコが生まれるが、 その原因は、クラインフェルター症候群と呼ばれる染色体異常や、モザイクの場合、そして遺伝子の理解により赤い毛色を決定する、大遺伝子が Y 染色体に乗り移った時である。クラインフェルター症候群のオスの出生率は3万分の1とも言われている。ありがとうございます。